はい、皆さんこんにちは。今回はこのように実際の映像の素材、炎とか水とか、それを 2D のアニメーションに変換するやり方をしたいと思います。オートトレース機能を知ってるだけで、こういう 2D アニメの変換がとても簡単にできるので、やっていきたいと思います。はい、まずは実写の素材の映像、 Adobe Stock さん、 Envato Elements さん、または他のフリー素材からダウンロードしてきてもいいです。まずは実写の映像を用意します。次に実写の映像のアニメ化したい範囲を選択します。2秒から5秒まで、ここの範囲をアニメ化しようと思います。ではアニメ化したいレイヤーを選択しまして、レイヤーオートトレースを選択します。初期設定ではね、キュアレントフレーム、まあ静止画だけになってるんですけれども、ワークエリアに変えてあげます。すると先ほど選んだワークエリア内を全てトレースしてくれます。このね、炎の部分だけが欲しいのでね、明るい部分だけを撮りたいので、チャンネルをルミナンスに変更してあげます。左下のプレビュー、これにチェックを入れると、どこをトレースするかっていう範囲がね、プレビューで見れるので便利です。これでね、スレッショルド C 基地でね、どこまでをトレースするかっていうのを選択できます。トレランス、許容量、これね、値を小さくしてあげるとすごい厳密にトレースしてくれるんですけれども、まあ、アニメ化にしたいので、ちょっと値を大きくしてね、丸みを帯びさせてあげます。ミニマムエリア、最小地域、まあどこまでね、細かくトレースするかってことなんですけれども、この値を上げてあげるとね、炎の飛び散る火の粉とか今選択されなくなりましたね。ミニマムエリアを小さい値にしてあげると、小さい値までトレースしてくれるので、このね、火の粉までトレースしてくれるようになります。コーナーラウンドネス、コーナーの深淵率、これを上げてあげると、まあ、丸みを帯びるようにトレースしてくれます。では値が設定できたら OK を押します。トレースが完了いたしました。オートトレースするとね、平面レイヤーを作ってくれるので、そこを開いてみます。するとマスクがね、細かいんですが、バーってあるんですが、マスクで炎をトレースしてくれています。では素材のレイヤーを非表示にして再生してみます。このように炎の輪郭をマスクパスでトレースしてくれています。はい、そうしたらこの平面レイヤー、色を変えたいと思いますので、レイヤーのソリッドセッティング、ここで色を変えてもいいんですけれども、今回はエフェクトのジェネレート、フィル、塗りで変えていきたいと思います。まずこれをオレンジっぽくします。ではまた下のレイヤーを表示いたしまして、こいつにまたオートトレースかけてあげて、スレッショルド C 基地を上げてあげて、炎のね、内部を作りたいと思います。このような感じですね。そしたらまたオートトレースをしてあげます。はい、トレースが終わりました。これでね、炎の内部の方もトレースできているので、ここにもエフェクト塗りで、今度はね、ちょっと黄色っぽくしてあげたいと思います。そしたらまた素材のレイヤーを選んで、オートトレース、これでまた C 基地を上げてあげて、もっと内部をね、作ってあげたいと思います。そして OK、 トレースが完了しました。一番内部のレイヤーをね、またエフェクトのフィルで赤っぽくしてあげます。元素材非表示にしてあげて再生をすると、このような炎のアニメーションができます。これをね、もっとアニメっぽくするために、レイヤー、新規、調整レイヤーを作りまして、そこにエフェクト、タイム、ポスタライズタイムをかけてあげます。フレームレートをね、下げてあげると、このようなアニメっぽい小回りになります。こういう風に実写の火の素材とかをね、アニメート化してあげると、
イラストとかベクターデータで作るね、モーショングラフィックなどに違和感なく使えるのでとても便利です。はい、先ほどのようにね、ルミナンスで明るい部分と暗い部分がはっきりしている映像はいいんですけれども、このように昼間の焚き火、この映像を使いたいという場合はエフェクトのカラーコレクション、カーブスでコントラストをはっきりさせてあげたり、エフェクトのねキーイング抽出で赤い部分だけをね抽出してあげたり、エフェクトのキーイングリニアカラーキーでねいらない部分を削ってあげて、今このような状態なんですが、これをねレイヤーでプリコンポーズしてあげます。ファイアーマテリアルとでもしておきましょう。そしてのファイアーマテリアル、今背景がないんでね、こいつにエフェクトのチャンネルソリッドコンポジットをかけてあげます。背景を黒にしてあげます。元のコンポジション戻りまして、このファイヤーマテリアルにねオートトレースをしてあげます。するとこういう風にトレースすることができます。ポイントは欲しい部分の輝度を上げてあげて、いらない部分を暗くしてあげるようにしてあげるといいと思います。はい、今回の動画はねここまでで以上なんですけれども、実際の撮影した動画をねオートトレース機能を使って簡単に 2D にアニメート化できるので、ベクターデータとかで作るモーショングラフィックス、これにね使うことができるのでとても便利です。これはね時間がある時とかにねいろいろな素材を試してみてアニメート化して自分のストックとしてね置いておくこともおすすめいたします。それでは今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。